第二の級金融級を守るのは聖徒の中で並ぶべきもののない豪を誇る タウラスのゴールドセイントアルデバランだった。死竜たちをいとも簡単に弾き飛ばすとは。勝手にこの金牛宮を通り抜けることは許さん。このお牛座、タウラスのアルデバランがな。なんだその構えは。戦う気がないのか、アルデバラン。ブロンズごときにゴールドセイントが構えを取るとでも思っているのか。お前と俺では戦うには実力が違いすぎる。なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野牛だ。このやつか。まさしくやつは黄金の野牛。このタウラスのアルデバランが相手をしてやる。ファイト。ペガサス。でも十分お前を倒せるのだ。これだけか。ペガサス。流星拳。言ったはずだ。この金牛宮は倒産だ。しまった。どこにいるんだ。やつは構えてもいないって言うのに。になっているのか。まるで剣法の居合切りだ。しまった。ペガサス流星拳。これだけか。ペガサス水星拳。ブロンズのくせに生意気な。焦っているのかい、アルデバラン。俺のコスモ。
よし、どうだアルデバラン、お前の剣を超えたぜ。さあ食らえ、ペガサス。ゴールドセイントの力を思い知ったぞ。ペガサス流星剣。みんなブロンズセイントだからって甘く見てちゃダメだぜ。